こんにちは、料理教室のボンちゃんです。今日はリクエストをいただいた残りご飯の活用術をご紹介します。冷凍庫や冷蔵庫に残りご飯があったらぜひ試してもらいたい一品です。このまま食べても美味しいです。最後にはこちらのライスバーガーもご紹介しますので、ぜひご覧ください。まず材料の説明です。ご飯、ちりめんじゃこ。ちりめんじゃこはツナやかつお節で代用してもらって大丈夫です。ピザ用のチーズ、卵、めんつゆ、ネギ、塩コショウ、以上です。詳しくは概要欄をご覧ください。では早速作っていきたいと思います。まずはネギをみじん切りにします。冷やご飯に卵を入れます。塩コショウ、一旦混ぜます。卵を入れるとご飯がバラバラになるので、まずは卵だけを加えて混ぜるのがポイントです。ちりめんじゃこ、ネギ、チーズ、めんつゆ、混ぜます。これで生地は OK です。これを4等分にします。このまま焼いても大丈夫ですが、バラバラになりやすいので一回ラップで包んでから焼くとやりやすいです。ラップに4分の1のせてふんわりめに包みます。そうしましたら上からグッ、綺麗な丸型になります。フライパンを中火にかけます。ごま油を入れます。では焼いていきます。少し火を弱めて3分程度加熱します。ひっくり返します。今度は蓋を開けたまま片面に焼き色がつくまで焼きます。両面に焼き色がついたので取り出します。このまま食べても美味しいです。今日はライスバーガーで仕上げたいと思います。子供から大人まで大人気のレシピです。ぜひ作ってみてください。このチャンネルでは秘密の料理術を娘に伝えたいレシピ集とともにお届けしています。この投稿が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。